皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。この動画は理科の実験や観察についてテストに出やすい問題を予想し、それにどう答えたらいいか、これを説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、間質球と気象観測についてお話しします。ここに間質球の絵が描いています。こちらがこの間質球をもとにして湿度が何パーセントかを調べる湿度表です。これ温度が高い方が間球、低い方が湿球です。今間球の方が17度 C を示しています。湿球は14度 C です。温度の差は 17-14 で3度ですね。3度 C 温度の差があります。で、こちらが間球の温度を表してある表ですね。20、19、18、17、16度、これ気温なんですね。で、間球と湿球の湿度の差、これが0、1、2、3、4の時湿度がどうなっているか、これを表が表しています。1番、この時の気温は何度 C か。先ほども言ったように間球の温度が気温ですから、今17度 C ということになります。これ17度になってますよね。だから気温は17度 C です。この時の湿度は何パーセントか。この時今17度 C なので、間球の温度の17度、ここの通りを使います。そして温度の差、17度と14度、ね、湿球14度なので 17-14、 3度 C 違いますよね。ですから17度 C のところで温度が3度違うという、ここを見ます。そうすると70とあるので、この時の湿度は 70% ということになります。3番です。間球と湿球の差が大きくなると湿度はどうなるか。温度が全く同じ0の時、1度違う時、2度違う時、3度違う時、4度違う時、ここの数字を見ていくと、例えば18度のところを見ると、温度が同じだった、湿球と間球の温度が同じ、差がない時には 100%、 1度違ったら 90%、 2度違ったら 80%、 ね、湿度の差が大きくなればなるほど湿度は低くなっています。ですから間球と湿球の差が大きくなると湿度は低くなる、これが答えになりますね。4番です。この観測を行った日、雲の量を測定すると空全体の8割を占めていた、この日の天気は何かと。これは晴れになります、ね。天気、晴れか曇りか、これは空を覆っている雲の量、これで決まりました。雲が全くない0から、それから1割の時、これは快晴でした。で、0から1が快晴、2から8、ね、2割から8割の時はこれ晴れで、9割10割この時が曇りでした。これもしっかり覚えてください。0、1は快晴、2から8が晴れ、9、10割これが曇りです。では次に行きましょう。5、観測地点の前日の天候は南西の風、風力3、天気は曇りだった。これを天気の記号を使って表せと、ね、ここに天気の記号を使って、この南西の風、風力3、天気曇りを表していきましょう。ここに線を書いてありますけれど、真ん中から上は北、南が下ですね。そしてこちら側が東、こちらが西になります。でもここの中心のところに、晴れとか曇りとか雨とかいう、その、記号を書きます。天気は曇りですから、ここに曇りの記号、これ二重丸ですよね。二重丸。これを書きます。そして南西の風。南はここ、西はここですから、南西はこの線になりますね。南西の風ですから、ここから線を伸ばします。そして風力は3ですから、ここに羽を1、2、3と引いて出来上がりです。この時羽の付け方ね、直角にしちゃう人いますけど、そうじゃないですよ。このように
斜めに書いてください。それからこの天気記号、最低限快晴、晴れ、曇り、雨くらいは覚えてください。快晴は丸、晴れが丸に縦棒、曇りこれが二重丸で、雨が黒丸ですよね。ここで赤になっちゃいますけど、これ黒丸です、ね、快晴、晴れ、曇り、雨、最低限これは覚えちゃいましょう。今回は観測球と気象観測についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。